マグナ・グライキア、マグナ・グライキア、ラテン語、マグナ・ギリシアは、古代ギリシア人が植民した南イタリア及び、シチリア島一帯を指す名前。原理は、大ギリシアを意味し、ギリシア語では、メグル・ヘラス、大・ヘラス。ギリシア本土を小・ヘラスと呼んだことに対応する。ギリシア人たちが持ち込んだ古代ギリシア文化や、ヘレニズム文化は、 エトルリア文化や古代ローマ文化に影響を与えたほか、南イタリアにはギリシア語を話す共同体が今日まで残った。またギリシア植民都市の遺跡はイタリア半島やシチリア各地に散在し、今日の大きな都市の起源となったものもある。紀元前8世紀から紀元前7世紀にかけて古代ギリシアでは人口が増え、木が人口過密、気候変動などから、 生活難となり、ギリシアの領域外へ流出する人々が現れた。また新しい輸出入市場や証拠を外に求める、経済的理由、追放や亡命などの政治的理由からも、ギリシア人は故郷を離れて、地中海沿岸の各地へ植民を始めた。東は国会周辺から、西はフランス南部やイベリア半島にまで至る、広範囲に植民都市が誕生したが、 とりわけギリシアの西隣にあるイタリア半島南端及びシチリア島には多くのギリシア人が移住し、古代ローマ人はギリシア人が非常に多いこれらの地域のことをマグナグラエキアと呼んだ。マグナグラエキアの範囲はこれを記述した古代の地理学者ごとに見解が異なる。単に半島南部のターラント湾周辺のアプリア及びカラブリアのみを指す者もいれば、 シチリアを含める者も,もいる。ストラボンはシチリアも含む大きな範囲をマグナグライキアとする立場の使者であった。ギリシア人は古代ギリシア語方言、ギリシア神話などの宗教、を、ポリスを中心とする都市生活など様々な文化をイタリア半島に持ち込んだ。イタリア半島独自のギリシア文化も発達し、先住のイタリア諸民族とも相互に影響を与えた。 イタリアに持ち込まれた最も重要なギリシア文化は文字システムであり、ギリシア文字のうち西ギリシア型アルファベットがエトルリア人に受け入れられてエトルリア文字が生まれ、さらにラテン文字が生まれた。マグナ・グラエキアのギリシア都市は豊かになり、勢力を増した。代表的な都市にはカプエ、カプエーン、カプア、ネアポリス、ニアポラス、ナポリ、シラクサ、シーラキューザ、アクラガス。 アクロガス、アグリジェント、スバリス、サベレスなどがある。他にも、ターレス、タラス、ターラント、ロクロイエピゼフィリオイ、エパゼファリーイローケロイ、ロクリ、レギオン、リージェン、レッジオニカラブリア、クロトン、クロートン、クロトーネ、トリオイ、セリー、トリ、エレア、エレア、ベリア、現在のノービベリア周辺、アンコン、アンコン、アンコーナなどがある。紀元前三世紀初頭。 ターレス氏は、マケドニアのピュロス王を引き入れて、共和制ローマと戦い、ピュロス戦争、ヘラクレアの戦い、アスクルムの戦いで辛くも勝利したが疲弊し、ベネウェントムの戦いでは、ローマ軍に敗れた。これらの戦い以後、マグナグライキアは、共和制ローマへと併合された。西ローマ帝国崩壊やゴート族による、イタリア支配の起こった中世前期、マグナグライキアは、 東ゴート王国の一部となった。しかし535年から554年、東ローマ帝国との生産なゴート戦争で、東ゴート王国が崩壊するとイタリアは、東ローマ帝国の支配下となり、マグナグライキアには、ギリシアや小アジアからビザンティン化を携えた、ギリシア人たちが到来し、再度のギリシア化が進んだ。世紀前半の皇帝レオ,オン三世は、 製造禁止令を発して、製造破壊運動を始め、ローマ教皇とローマ皇帝との溝が深まり始めていた。レオオン三世は、南イタリアの広い範囲へ進出し、以後東ローマ帝国が、南イタリアを11世紀半ばまで支配する。この間、ランゴバルド人が、北、イタリアから南下し、一時は、南イタリアの広い範囲を統治した。東ローマは、 南イタリアを徐々に奪還し、シチリアを支配するアラブ人のイタリア攻撃も撃退し、手間性を敷いてイタリア総督領を置いた。11世紀後半、地中海に勢力を広げていたノルマン人のロベルトイル・グイスカルドは南イタリアとシチリアを征服したノルマン人による南イタリア征服を参照。彼らは後にシチリア王国を築き、以後南イタリアに ギリシア人による支配が復活することはなかった。南イタリアに住むギリシア人たちは次第にイタリア化しギリシア語を話さなくなったが、例えばパエストムを築いたギリシア人住民は紀元前4世紀にはすでにラテン化していたカラブリア地方やプリア地方、特にサレント半島にはグリコ語、ギリシア語話者の共同体が残った。グリコ。 クリッコはマグナ・グライキア地方の人々が話す、ギリシャ語方言で、ヘレニズム時代に、地中海全域に広がった、古代の共通ギリシア語、コイネーに、近いが古代ギリシア語のドーリア方言の要素も、残しており、中世のギリシャ語、イタリア語などの要素が混じり合った言語である。11世紀の記録、東ローマのイタリア支配の末期では、マグナ・グライキアではギリシャ語が主流だったとされる。 かつては南イタリアの広範囲で話されており、和社も多かった、グリコ語も近代に入り次第にイタリア語に押されて話される、範囲が縮小し、一部のコムーネに和社の共同体が残るのみとなってしまった。グリコ語の要素の中には、南イタリアのロマンス書語、例えばシチリア語、タラント語、ナポリ語などに吸収されて残っているものもある。21世紀の今日でも、 3万人ほどのギリシア語、グリコア社が、カラブリア州とプリア州に住んでおり、民族的、言語的マイノリティとなっている。プリア州のサレント半島内にあるグレチア・サレンティーナと呼ばれる一帯では、その言語や音楽をはじめとする伝統を守る活動も近年盛んに行われており、ギリシャ本土との交流も活発に行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。